皆さんこんばんは。11月25日のしおチャンネルです。今日は素敵なマスクで皆さんにお送りをしております。これは着物の端切れで作ってあるということで買いました。まあ、布ですので、まあ、ウイルスに対して その問題はあると思いますので、きちんと不織布を入れて使っています。まあ、皆さんに証明したいんですが、もうこの時間で中も汚くなっておりますから、ちょろっとだけ見せてですね、見えるかな、まあ、汚いから見せない、ちゃんと使っておりますので安心して近づいてきていただきたいと思います。さてさて、今日は朗報です。ようやくこれまで取り組み続けてきた、厚労省と話し合いを続けてきた休業支援金が本来あるべき姿に今日ようやくなりました。やった、長く取り組み続けてきてよかった。ぜひ皆さんこれ活用してください。パートアルバイトの方、まあ、中小企業に勤めていた方に限るんですが、見てください、じゃーん。これまたから読んでみてください。ここからですね、まあ、コロナの影響以外には、休業以外に休業に至った場合以外はですね、きちんとこれはコロナであったというふうに厚労省を認めるということです。まあ、それは例えばなんですが、認められない場合というのは、まあ、働いていた方本人の病気とか学業の専念、または例えば働いていた場所が改装の予定が従前からあったとか、こういう場合以外はですね、広くコロナの影響による休業と厚労省が認めるというふうに言ってくれています。またですね、事業主から明確な、まあ、回答がないとか協力が得られない場合であったとしても、広く認めてくれるということなので、まあ、その例えば病気とか学業の専念、まあ、自分の都合で休んだ以外はですね、きちんとこれは取り扱ってくれるということです。それだけではありません。この裏見てください。もうこれもやってくれと願いしてて要望してたんですが、入るかどうか不安だったんですが、しっかりと入りました。見てください、じゃーん。事業主が支給要件確認書、これ申請書ですね、休業させましたかという欄があるんですが、そこにいいえとチェックをしていたとしても、さっき言ったですね、まあ事情以外であればですね、広くこれは、休業であるというふうに認められるということなので、支給対象になると、ちゃんと支給対象を満たしていると確認ができればですね、支給対象になるということなんです。だからダメっていうふうになってたとしても、きちんと客観的な事実が確認できれば労働局の方で判断をしますよということがようやく明記されました。これ本来制度ができた時にしっかりとこれを明記するべきだったんですよね。ようやく制度のあるべき姿になったと、完成したというふうに思います。ただ一方で、これまで多くの皆さんが申請をしてダメだった、申請ができない、事業主の協力を得られないということで、まさか制度はこのように日々更新されているとは思わないですから、諦めている方がたくさんいると思います。だから皆さんぜひぜひ広めてください。これほぼほぼきちんと申請すればですね、認められるという体制が整いましたので、まあ4月とか5月とか6月とかそれぐらいの時期であってもまだ申請ができますので、皆さんぜひぜひ広めていただいて、パートアルバイトの方、中途が減った方、申請をしてください。まあ、中小企業に今は限られているんですが、そこで働いていた方は政府の方から支援金が給付されますので、ぜひぜひ活用してください。長くかかって申し訳なかったんですが、ようやく完成形に近づきました。残るはですね、大企業で働いていながらですね、休業手当が受けられていない方もこちらの休業支援金を対象にするということになってこようかと思います。今予算はですね、9割以上が残っているんです。つまり使われていないんです。皆さん申請ができていないんですね。ですから広く皆さんに申請していただいて、まあ、まだ大企業の方も方を受け入れたとしてもですね、なんとかなるんじゃないかなというふうに思っています。皆さんに広くきちんと平等に休業保障がされるように頑張っていきたいと思っています。長くかかりましたが、頑張った甲斐がありました。これは特にもともと厚労政務官であった山野井和則議員がですね、積極的にやっておりまして、私が加勢をしてジョインをする形になって、その他ですね、共産党の宮本議員も取り組んでいただいたと思っておりますし、阿久津議員ですね、立憲民主党の東京の阿久津議員もしっかりと後押しをしてくださいました。その他皆さんも後押しをしてくれたおかげでここまで来ておりますので、どうかどうか皆さん活用してください。本来皆さん受け取る権利があるものですので、活用していただきたい、そして広く広めていただきたい。
今日は休業支援金、皆さんに朗報、申請できる人が大幅に増えた、ほぼ皆さん申請できる形になっていると思いますので、ぜひご活用ください。それではまた明日。